めっちゃ。ベントゲーかわした早速ベントゲーかわしちまった殺しに行かれた。ガチっぽい空気感になってってるよ、うん、遊園地アトラクション並んでる時の気持ちよね、これ。いやー、マジでそんな感じ。それでは皆様、いってらっしゃいませ。バイバーイ。バイバーイ。宇宙船で会おう。この先は危険じゃん。よろしくお願いします。ミュートならないじゃないか。ならないじゃないか。まだミュートならないじゃないか。今ならないよ。まだならないぞ。じゃあスタンプで今回はね対応していこうと思います。うわ。自動ミュート機能ということでやってますので、10人できたら。しかし、めっちゃ緊張する。初手インポスターかよ。マジかよ。ちょっとベントだけ気をつけよう。めちゃくちゃおるな。砂添さんとか落ちた。ベントゲーかわした早速ベントゲーかわしちゃった殺しに行かれた。インネイル多い。インネイル多い。マジか。インネイルもいったりしてる。はい。発見しました。グリツボです。グリツボさん。はい。言ったって言ったって。実際の場所がですね、カフェテリア左側です。はい、カフェテリア左、なるほど。はい、メッドベイの通路に入らないぐらいの場所に落ちてました。あ、なるほど。発見の状況としては、まあ、自分はまずメッドベイにいたんですけど、メッドベイのタスクを終わらせて、まあ、出ようとしたタイミングでメッドベイの扉が閉められて、まあ、それをあくまで待って出たら、その右側に死体が落ちてたって感じですね。なるほど。はい、だとすると、リアクターを切り終わった後に殺された可能性が高いのかなと思ってて、今。はい、黄色、寺蔵さんと義賊さんと先端さんかな、うん、が、リアクターでタスクやってて、僕もそこにいて、4人いたと思うんですよね。ボスナーさんとトリッピーもいました。船亀もいました。いました、いました。みんないたんじゃないかな。それは、リアクター後の可能性が高いっていうのは、どういった意見ですか？僕とボスナーさんと、通った時になかったから。タラコ先頭で、次僕が2番手で、3番手でボスナーさんの順で、カフェテリア経由でリアクターに向かった時には死体は見つかりませんでした。なかったっすね、その時は。その後、おそらく義賊さんと寺蔵が一緒に行動して、そこを通ってますが、その時もなかったので。なかったですね。はい。直前ってこと、多分そうですね、メッドベイの扉が閉められたんで、まあ、キルしてすぐ隠蔽のために閉めたっていうのが一番筋が通ってるかなと思うんですけど。まあ、タイミング的には本当に直前だと思います。最後の10秒前ぐらいにカメラ見てたんですけど、プテハシさんがアドミンの前、うん、はい、通ってるのをカメラで10秒前ぐらいに見ました。それからどっち方向に？なるほど。上行ったかな、そんなか。だから結構近いと思います。怪しい位置。切るタイミングは。僕もカメラ見てたんだけど、誰かいたんだよな。ん？誰だ？ん？ちょっと出てこないです。アドミンいたの、ごめんなさい、何秒前ぐらいですか？ビーってなる。あ、今ビーってなる10秒前ぐらいかな。まあ、正確な時間はわかんないですけど、ここでアドミンゆっくり入れます。もうちょっと詰めてもいいかもね。詰めそう。詰めないっていう人を挙げたいところですね。リアクターに対してももう一度確認したいです。トリッピーしてないとトリッピーボスなできないな。できないですね。できないですよね。ゾクさんとずっと一緒にいたんで絶対に無理ですね。僕と砂田さんも一緒にいたから、うん、結構荒れるんじゃない。
だ、ギゾクさんさすが。はい、あざす。あざす、あざす。ちょっと多分容疑者絞れそうな気がしますね、なんか。はい、絞れると思います。はい、もう自分は 誰ともすれ違ってないんで、まあ、リアクターに一番にいたってことぐらいしかないですね、情報としては。リアクターからメッドベイに向かったってことでいいですか、ね、うん、直線で。そうですね、リアクターを直した後に、もう直線でメッドベイに向かって、中のタスクをした後出たら死体がありました。なんかその間、誰とも出会ってないです。それは、メッドベイに入るときに見つかるぐらいの位置でした？見つからないと思います。入る。まあまあまあ、ちょっとカフェテリアより。そのエンタクそうですね、カフェテリアの中だったんで。あ、中か。うん、うん、カフェテリアの中の通路が。そもそもリアクターに来てましたっけ、プテハシさんって。いや、覚えない。めっちゃ覚えてないんだよね。結構行ったからな。僕がカメラ見たタイミングが、そのリアクター直った後すぐカメラ見たんです、僕。うんうんうん、その時にプテハシさんがアドミンにいて、入ったってことでよろしいですか、カメラ見てたってことは。そうですね、カメラ室に入って、その時は、プテハシさんはアドミン周りにいました。先端さん、メドベイの上の通路通りました？いや、通ってないですね。僕、先端さんが上のメドベイの通路通った赤色見た気がするんですよね、そのリアクターから帰る。いや、通ってないですね、下は行ったんで。リアクターから帰った時、下ですか？そうそうそう。僕、カメラで赤色のスキンを見た気がするんですよ。でもそれ、通ったんだったら、僕はプテハさんの死体見てるはずだから。だから僕視点だとちょっとセンターさんが怪しいかなって。通ったっていうのは、リアクターどのぐらいのタイミングで。リアクター後だと僕は思ってます。っていうのは僕とタラコと後ですね、後はもう間違いない。カフェテリアを通ったんですね。で、僕視点だと、その行くときに殺せるのはボスナさんしかいなくて、僕の後ろにいる。うん、通りすがりで。でもリアクター直った後カメラでプテハシさんが生きてるのは見たんで。なるほど。じゃあやっぱりリアクター後ですね。リアクターにまだいた人間は誰でしたっけ？砂爪さんもいたんでしたっけ？僕と貴族さんとボスナもいます。砂爪さんいなかったっすよ。ボスナさんだけですよ、多分。最後までよ、うん。あ、いました？さあ、すいません、上か、じゃあ。ワンチャンセルクも考えられなくないかな。トリッピーは、可能性もありますね、そう、ボスナさんとストレージにずっと一緒にリアクター向かってたんで。はいはいはい。待て待て。やらかしてほしい。見られてたマジでやっちゃったで、ベントゲー決めていく。死んでる。壊れてる。タラコさんだ。カフェテリア。遺族が発見しました。どこですか、これ。カフェテリアの中央のボタンの右側あたりで見つけました。うんうんうん、なるほど。多分結構寸前な気がして、僕停電あったと思うんですけど、アドミン見てたんですよ。はいはい、で、アドミン見てて、確かアドミンにその時砂ザメさんとトリッピーがいて。遺族トリッピー、いました。砂ザメでアドミン見てましたね。で、停電も。で、多分トリッピー、砂ザメが下に向かって、義賊さんもなんか上の方に戻ってったなぐらい。僕は戻って、ずっとアドミン見てました。一つですか？はい。僕視点だと、テラソーさんとボスナさんは絶対にタラコ殺せないです。っていうのは、エレクトリカルにずっといました。なるほど。エレクトリカルにずっといた。あのね、トリッピー視点なんだけど、タラコさんと移動してるんだよね。定年になるちょっと前、10秒ぐらい前。僕がアドミンに入っていって、義賊さんがアドミン見てるタイミングで移動してて、そのタイミングで、カフェテリアの方に行ったんすよ。だから、もしかしたら直前じゃない可能性ある。わかんないけど、センターの最終位置どこ？僕、シールド。多分、アドミン見てたんだったらわかるんじゃないかな、シールド。そう、シールド1いた。あ、でしょ？タラコを最後に見たのは、
ロアエンジンで3人閉じ込められてて、はいはいはい、その時に僕とタラコとトリッピーさんがいて、うんうんうん、その後そうそうそうトリッピーさんタラコが、エレクトリカル経由で、ストレージに向かったの見ました。そうでストレージからそれで上に上がって僕エレクトリカルのタスクしようかなと思ったけど一人だったら困っあのちょっと怖いなって思ってストレージ上の配線やってアドミン入ったら義足さんいたんですよね。でそのタイミングで僕カフェテリアにタラコさんが行ってるのを見てるんですよトリッピーは。はいはいはい。でその後に停電の後停電の前です。でその後のアドミン入った瞬間停電がすぐ治るまた僕アドミンって感じでカフェテリアには行ってないんですけどカフェテリアでもしタラコさんが死んでる、うん、あでもそっか停電あったから戻ってきてた可能性あるのか。でもカフェテリアは最終的にどこにいました。僕は最終的にアッパーエンジンですかね。アッパーエンジンですね。アッパーエンジンあったっけ。それは会った人とか見た人います。あれはアドミンの情報は見てないの。誰か3人見たんじゃないの。カフェテリアに確か3人くらい影があったのを覚えてるんですけど、とりあえず砂亀目線だとトリッピー機とかも絶対白かな。砂亀さんぐらいしか残ってないんだけど容疑者が。トリッピー視点砂亀さんどっちから来たか分かんない。下上怪しいですね今。うん、いつの話のこと言ってる。グジツボ先端一緒に行動したらどうかな。最初とあそれありだと思います。あ大丈夫する。あじゃあ一緒に行動しますね。どうしよう。我慢だなじゃあ。我慢のターンが始まるな。よしよし、いいんじゃね。まあまあまあ、最初キル長期しじゃね一応。グチツボさんに容疑向けれたんだったら。他のタイミングで重なったらキルするか。直前までボスナさん近くにいたと思うんですけど目の前でやってました。グチツボさんが先端さんがレポート誰が死んだんですか。目の前でグチツボさんやってましたね。なるほど。誰か見てないセキュリティとかで。なるほど。そうだったかな。なるほど。僕殺してないです。僕が殺してないです。それはまあ言うだろうけど、じゃあ思い出してほしいのがショボスケが今死んでるんですよね。でショボスケは最初に何を言ってたかっていうと最初の死体が出た時に、カフェテリアに向かう先端恐怖症さんの、姿をカメラで見てるっていう証言があったんですよ。でここで死んでるってことはもうその情報はもう正しいんですよ、うん、まあ、ちょっとうろ覚えがあったかもしれないとは思うんですけど。なるほど。まあだからあれじゃない、それが見まぐちつぼさんだったんじゃないの結局ショボスケさんの見間違いで、まあ、ちょうど反対の色だからまあちょうど反対の色を見間違えるかなっていうところもあるんですけど。グチツボさんは殺害現場を見たってことでいいんですよね。僕は見てないです。僕は見ました。どこ、アドミンですね。アドミンの通路だからカメラ見てた人がいたらあれなんだけど、もうその辺もいなかったのか。ちなみに僕はレポートも光ってなくて実際にどこに死体があったか分かってないんで、その死体の場所ってどこなんですか。アドミンのその入り口のところですよ。一緒いたじゃないですか。いやペアでだって。ボスナさんがいたのは分かってるんですよ。そもそもだってペアで一緒に動いててそれはさすがに通んないですよ。まあちょっと視界の問題もあって見えてなかったですね。みんなどう思います ？1 回目の容疑者は先端しか いなくて、2回目の容疑者はグチツボさんしかいないような状況なんですよ。いや1回目だからセリフレポートなんじゃないの、うん、グチツボさんの。そうそう。2回目さんが、うん、だから2回目なんですけど。と思いますよ。2回目なんですけど、まあ、カフェテリア右で死んでたっ
円卓の右で死んでたって話なんですけど、まあ、ちょっと前に僕もカフェテリアのボタン押すか迷って、まあ、近く通ってるんですけど、その時はレポート引かなかったんですよね。なんでもう2回目は視界ギリギリだった。どうします？もう一回話します。もう一回話しますよ、とにかく。はい、話しましょう。します。投票しよう。お、スキップじゃないですね、ここは。6人なので2キル出たら終わってしまうので、うん、スキップは絶対にしないでください。ボタン押しましょう。一斉乗せができない。くそ。何ができないって。ありがとうございます。あぶねえ。何が？今の表洗ってもいいと思うんです。僕はグチツボさんに入れてます。トリッピーもグチツボさんに入れたからその2票です。トリッピーテラゾーンの2票。グチツボさん。センターさんに入れました。私スキップしました。ごめんなさい。僕もスキップ入れちゃってました。一応ついつまわってるか。2回目の死体の犯人がもう僕視点ではまだ全然分かってないんですよね。うん、アドミンにいた人間が怪しいと思います。エレクトリカルにショボスケボスなテラゾーがいたんで、テラゾーは白で見てほしい。2つ目の死体の時ギリ、最初僕義賊さんとメドベイにいたんですよ。でメドベイに、まあ、いることを確認した後に停電が起きて、まあ、義賊さんがその後アドミンを見て、その後カフェテリアの死体を発見したっていう、まあ、証言されてるんですけど、あ、はい、まあ、結構なんか機動力が高いなっていう印象を受けるんですけど、時間的にはいけるもんなんですかね、それは。誰の、なんの、義賊さん、ちょっと僕ですか。義賊さん、でも義賊さんってなんか 3人いたんじゃなかったっけ。とりあえず自分視点では先端さん確定で、もう1エルフが全然わかんなくて。もう1エルフの話していいですか。僕実はしょぼつけさんの最終位置っていうか見てたんですけど、ちょっと議論邪魔かなって言ってなかったんですけど、はい、O2 になったタイミングでしょぼつけさん、トリッピー、義賊さん、砂ザメさんの4人が O2 直したんですよ。テラゾーさんいましたね。そう、テラゾーさんいました。テラゾーさんとトリッピーが、ナビゲーションに行ったタイミングで、多分義賊さんと砂ザメさんとしょぼつけさんわかんないですけど、多分しょぼつけさんをキルできれちゃう砂ザメさんが義賊さんで、俺は多分私が一番最初にウェポンに抜けました。だからしょぼつけさんのこの後の行動はぶっちゃけ知らないです。絞れる、その話。トリッピー結論出せるんだったらいいけど。いや、とりあえずテラゾーさんは違うってことが言いたかった。ああ、なるほどね。うん、じゃあ今日も投票しなきゃいけないから。そうだね、ごめんね、ちょっと違ったね。でも2キル目の前線ニュールフいるんで、アドミンテラゾーさんが証明してくれるから、そっから拾ってほしいけどな。ニュールフ見てるかわかんないですけど、僕はセンターさんを釣らないと終わっちゃうんで。いやー、わかんねえな、どうしよう。いや、グッズボーさん、わかんねえな、さすがに。ヒットある気がします。じゃあ入れよう。なるほど、間に合ってない、申し訳ない。村頑張ってください。誰か一票入れてないのかな。簡単に入れたつもりだったんだけど間に合わんかった、なんかバグっちゃった。お疲れ様でーす。いやーしゃーい。いやーごめんなさい、私が変なこと言った、今もうオートミュートだった。トリピート外しちゃってたの、俺最後言えばよかった。あのね、あ、センタンがね、うん、センタンがグチスボさんに入れてないっていう時点でね、村の行動じゃないって思っちゃった。多分スキップに入れてるんだよね、センタンは。この前のターンに。いや、僕グチスボさん入れてるよ。いやーでもうまかったっす、うん、なんかじゃあ3票入ってなかったんだ、誰かが。あ、それはもう私のミスです。私がスキップしちゃったっていう。い2人いたからでしょ。まあまあいいや。あと何か、さんに入れてたよ、ずっと。スキップ2票、ぶちつぼさんに2票。こんな感じなんすね。そうですよ。今日こんな感じなんすね。いや、全部取ったのに僕。スキップゴートの作り方がめちゃくちゃうまいですね。そうなんですよ、ちょっとプテアスさんに話してほしい、ちょっと。いや、マジで、僕、唯一リアクターに行ってなかったから、多分アドミンでリアクター8みたいになってて、あ、僕だけしか行ってないの、僕だけかと思って、
優雅にメッドベイの方に行ったら、ひょこっと先端がベントから出てきて、やばい、見ちゃったと思って一生懸命逃げたんだけど、あ、殺されましたね、間に合わずに。いやー、ごめん、俺のね、投票がね、先端にね、入れようと思ったらね、先端のとこ押したつもりなのに、貴族さんに移るってあのバグが発生して、あ、しまった、もう一回。なるほど。もう一回入れる。あ、なるほど。そう、あるよね。あるな。あります、あります。メドベイ見られてたとはな、先端さんの通路も。いや、ストレージで会いましたっていう気満々だったから。あれなんですよ。ぐちつぼさんがスキャンやってる的なりで、僕ベッドから出てきて、ぐちつぼさん殺そうと思ったら、フティアスさんが上から入ってきて、これ両方とも見られたと思って。カメラの話、なんで信用してくれなかったんですか。いや、もう合ってますよ、僕で。あ、そうなんだ。僕視点ではぐちつぼさんは見えなかったな。僕カメラでちゃんと赤い色通ったと思うって言ったじゃないですか。あれ、ちなみにあのオートミュートの私のやらかしはどのくらい聞こえてたんですか？多分聞こえてないんじゃない。僕は気づいたけど、聞こえてたけど何を叫んでるのかわからない。なんか一斉のせがどうのって言ってました。ああ、ですです。あのダブルキルで一斉のせでセンターさんやるやるやるみたいなことを言っちゃってて。ああ、そうなんだ。なるほど。そうなんだ。それはコメントが拾ってくれてただけで、僕は全然なんか言ってたなって思っただけで、そこまで分かんなかったっす。俺たちは愚痴壺先端で悩んでたから、砂爪さんが何喋ったかあんま気にしてませんでした。あ、よかったです。いや、なんか寺堂さんだけなんかちょっと変に突っ込まれたから、なんかあれ聞こえちゃったかなってドキドキ、なんか聞こえちゃってるよ大丈夫っていう心配のあれでした。よかった。なんか愚痴壺さん最後ね、あのすごい犯人を探す姿勢が白かったんで、あの僕は白かったですね。説得されてセンターに入れようとしたんですけど、ごめんなさい、僕がちょっと遅かったです。もうちょっとパッション出せば、いや、めちゃくちゃ悔しいね、これ。完全に騙されたわ、ね、パッションで。だって見てないって、僕しか見てないって言ってたから、あれ見てる、あ、見てなかったのか、やばいやばい、ちょうど見てなかったんですよ。ちょうど視界外したね。うん、そう、トリッピーも白かったから、トリッピーが、うん、あのグッズボさんに入れたの見て、グッズボさんなのかな、やっぱってなっちゃったな。ごめんなさい、俺分かんなかった。しょぼすけさん殺害の話にそんな盛り上がらなくてよかったわ、特に。俺視点だとね、砂雨さんが貴族さんがどっちか潰れそうだったからね、ちょっとなんかどっちかって言ったらあれなんだよね、なんか入れずにちょっと上のソロだった説はある。誰がいたかな、誰がいたかなとか頭の中で考えてて、来るかなって思っちゃってた。いや、もう完全にあのオツの上のウェポンでがっつり死体がありました。絶対あそこで俺あの話したのノイズだった、ごめん。あのちょこちょこドア閉めてるのの意味はあれ何なんですか？あれはタスクを遅らせるってことですね。とか、あとは議論の話題に、あれタスク、あのドア目の前で閉まったんですけど、みたいな感じで、ちょっと議論を稼げるって感じですね。なるほど。クールタイムも縮むでしょう、少し。あの、閉めたらね。まあ、クールタイム稼げるので、一番最後はカフェテリアのドア閉めてから、リアクター鳴らすのが、まあ、盤石かなっていう。クールタイム稼げるから。ね、さあ、行きましょうか。次やろう。もうお腹いっぱいだよ、僕も。僕はもう早く次に行きたいですよ。初手済みなんで。いや、マジで。初手で弁当芸やっちゃって、もうこれ、速攻で終わると思って。いや、めっちゃ焦った。いやー、よかった。もう出しちゃおう。もう全部出しちゃおう、もう。メドベイで赤いアイコンがの時はちょっと焦った。やべえ。ね、センターさんが浮いちゃうと思って。いい試合だったね。じゃあ行きましょうか。私ちょっと強めに、ちょっとウィンポスターだったんで、特になんか勝ちに行っちゃってたかもしれませんが、すいません、ゴキとか強かったら。いやいや、もうゴキが強い方がいいっすよ、まあ、もういや、もうその方が強くなります。うん、すげえやってるからさ、パワー勝負なんで見てて楽しかった今の。次は初手から2人釣り押すから俺。怖っ。こいつでしょ。